さあということで、二次台のゲストショーです。今日のゲストこちらの二人、自己紹介お願いします。どうもちょめちょめクラブです。お願いします。存在します。存在した。実在します。実在したちょめちょめクラブ。実在するんですよ。一応確認ですけども、うん、僕はどっかで会ったラジオショーで会ったとばっかり思ってましたけど、いやこれはねからくりがありましてからくりがあって、おああ知りたい知りたい、ラジオショーでは会ってません。会ってない、はい、ラジオショーで会ってない。僕らは出たい出たいですと言ってまして、僕は結構ヘビーリスナーなんですけど、聞いてくれてんの、はい、でもオールナイト1回やらせていただいただけで、うん、ラジオショーは出てません、うん、で、タイタンライブで一度共演はしていますが、うん、その時にはエンディングのこう、うん、みんな集合みたいなところで一緒になっただけで、うんうんうん、結構ネタ合わせとかみんな忙しいじゃないですか、うんうん、そうだね、なのでご挨拶は正式には多分してないです。してない、うん、で袖で僕は土屋さんにだけその時やってたラジオ、ナイツさんの別のラジオを聞いていたので、うん、拝聴してます、 ありがとうねっていうやり取りがあったので、土屋さんだけ会ったと勘違いしてるのは、なるほど、そこだと思います。そこで会ってるんだ、はい、そこで会ってるんだ、はい、だからその時に会ったのとラジオっていうワードがあって、はい、なんかこのラジオショーに来たっていう風に、で、はい、俺もその多分二人が出てたラジオを聞いたんだよね、うん、ありがとうございます、ね、ビバリとか、はいはいはい、多分その出てたのを聞いてたから、そのあったような気になってたということです、はい、なので花輪さんはあったと思ってなくて、うん、土屋さんはあったと思ってらっしゃるっていうのはそういうことだと思います、うん、この考察自分の話なの考察だから自分の考察に聞こえちゃうの、うん、バカはさ、バカじゃない早乙女霊です。バカじゃない、バカは何かないの、バカは。バカは何か、そのね、東大キャラを引き立てるためのね。出てなかったでしたっけ、僕ら出なかったでしたっけ、ね、ラジオショー。うわ、変なこと言い出した。やっぱバカだ。変なこと言い出すな。変なこと言い出した。こういうキャラクターがいるからドラマがややこしくなる。ただのバカだったっていうオチが結構あるから。引っかけ回す。引っかけ回すよ、キャラクター出てきた。やめてくれ。やめてくれ。上回んなよ。動機がない東堂みたいなことするのやめてくれ。いや、早速、例え始めました。浜田学30分、独白できないでしょ、浜田。さおとめくんは見てんの？マイファミリー。見てないです。見てないの？ドラマだって最後に見たの、ウォーターボーイズぐらいだった。嘘でしょ？そんなに昔になっちゃう？ウォーターボーイズの考察して、ウォーターボーイズ。いいだろ、もう。最初の方出てくるガリ弁のやつとかが、すごい真っ黒に焼けてて、絶対シンクロやるなって思います。いや、それはわかるだろ。ちょっとあんのかよ。ウォーターボーイズなんだから。ちょっとウォーターボーイズの考察あるのかよ。やるだろ。そりゃ。ひどいよ、ほんとに。そうなんだ。だから、俺は知らなかったのよ。はいはいはい、その、ちょめちょめクラブは知ってたんだけど、そうね、真犯人フラグの、はい、考察をやってるあの子が、ちょめちょめクラブっていうのを知らなかった、はい、ありがとうございます。俺もそれは全然知らずに見てた。ドラマの考察みたいなのは結構昔からやってんの？いや、実は、2019年の3月ぐらいに YouTube 一人で始めた時には、うん、映画の紹介をしてたんですけど、うん、映画映画ってやっぱ好きなんだ、はい、映画はもう年200本ぐらい見てるんですけど、すごい。でも映画ってヒットした作品でも、うん、見てる人数で言うと本当数十万人とかで、うん、でもドラマって視聴率 10% でも、うん、1200万人とかが見てるじゃないですか、うん、なのでドラマやった方がいいよってあなたの番ですの時に友達の芸人さんに言われて、うん、やってみたらグワッと伸びたっていう流れがあって、あ、なるほどね、確かあなたの番ですがすごかったからね、そう考察が。真犯人フラグの件で僕が今回謝ろうと思っていたのは、うんうん、2つの棺が出てきた時に、その中から絶対に花尾さんが死体で登場しなくて、うん、思い出したよ、これ言ってたの、俺がさ、はい、なんかさ、うんうんうん、いろいろ検索してた時にさ、はい、なんか知んないけど、花輪が死体で出てくるって、すげえ言ってる奴がいた。あなただったの？はい。で、結構いろんな人が言ってたと思うんですけど、うんうん、僕、毎日最速でアップしてるんで、うん、多分その流れを作っちゃったのは僕っぽい。一番最初に。だから俺が要するに番宣出た時に、はい、真犯人ぐらいに出ることが決まってたのに、ね、はい、なかなか出てこないから、はい、死体役で出てたのがあれ、花輪さんじゃないかって言って、はい、そしたら、普通にもともと出てきてるキャラだった。セリフはあったわ、めっちゃ悪い役で。そうで、しかもそれサムネイルとかにして丸々役確定だよ。なんで笑ってんだよ。面白いじゃないですか。そんなの面白いじゃないですか。見てないけど、ドラマ一切見てない。全然知らないです。だって棺から花輪さん出てくるの面白いじゃないですか。ふざけんなよ。よくそこまで笑えるのよ。花輪さん全然関係ないよ。骨みたいなのがね、出てきて。おかしくないだろ。花輪さんの骨だと思ったら、ちょっとなんか笑っちゃいます。一番笑ってんだよね、早乙女君。一番悪いやん。だから、ドラマさ、別に、うん、
そ、考察できないやつがほとんどじゃん、別に。そうなんですよ。ないでしょ、別に。はい。だからこのクールはマイファミリーがあって、よかったなっていう。うん、あとさ、はい、オリジナルだからあれはね。そうなんですよ。原作があると困っちゃうんですよ。漫画のやつとかあると思う。考察できないもんね。知ってるしってなるじゃん。テセウスの船とかは、なんかオチを変えますって事前に告知されてたんで、結構できたんですけど。だってあの、危険なヴィーナスってあったでしょ、つまぶり。あれ、俺も、先に読んじゃったからね、小説に。うん、気になってるね。なんで読むのそれは。信じられない。読んで、うん、だから全然面白くなかった。吉田がいるのは警察官。それはそれで楽しみました。それはそれで面白いでしょ。全然面白くなかったよ。だから、まさかそのまま来ると思わなかった。ああ、まあちょっとは変えてくるだろうと思ったらっていう。なるほどね。あ、そういうのもあるから。と思ってたからね。でもその別にそういう考察とかなくてもドラマとかは普通に楽しんで見てるわけでしょ。もともといっぱい見るのが好きで、もともと高校時代までこう家が厳しくて、テレビとか漫画とかゲームとかもう全部ダメみたいな。あ、そんな厳しい家だったんですけど、大学に入って自分でいろいろ見れるようになって、こうバッと、こう砂漠で、植えていた人みたいな感じで、そっから吸収したんだ。そこからマイクール10本とか、20本とか見てるんですけど。すごいよ、でもドラマの、でもキャラがね、ドラマの考察もあるから、でもね、東大卒だからね、よかった、ね。僕、東大卒じゃないです。僕は、まあ、明治なんで、明治です、ね。あ、バカだ。そんなことないんだよ。明治がバカでもないじゃん。隣にいると、東大が。立派なのよ、明治も。東大強いな。いや、東大はちょっと、ね、東大やられちゃうと。相方が東大。という、東大法学部っていうのはまたすごいわけでしょ、うん、東大法学部すごいですね。説得力出てきちゃうもんね。そうですね。それももともとお笑い芸人になりたいなって思った時に、ちょっといろいろ調べてみた結果、うん、あ、めっちゃ面白いのに売れてない人いるんだっていうことを、うん、まあ高2ぐらいの段階で分かって、うん、なんかキャラ1個あったら絶対楽だなと思って、うんうん、東大入っとこうかな。え芸人のキャラ付けのためにまあまあそれだけで売れるとは思ってないですけど、うん、まあこう扱ってもらいやすくなるだろうなと思って。何それ、どういうことだよ。これ何なんだよ。いや、めちゃくちゃ頑張って明治入ったのに僕。本当だよね。恥ずかしいよ。明治だって明治もすごい優秀で、すごいはずなのに。いや、すごいけど、文学部でしょ、すごいじゃん。でもその時のやり取りで、え、東大何学部なのみたいな言われた時に、まあ文学部経済学部もう全然すごい頭いいんですけど、経済学部って言っても一般の人がおおおみたいになるっていうのも結構いろんなところで見てたんで、法学部ですって答えたら、あ、すごいって、2回すごいってなったら、より扱ってもらいやすくなるんじゃないかなっていう。すごいね、それ。これはすごいよ。もう文学部選んじゃった。いや、あと何十年かしたらもう。文学部選んだんだろう。高学歴の人ばっかりになるかもしれないよ。本当だね。そうですね。何の知り合いなの、もともとは。別に同級生とかじゃないの。大学のお笑いサークルで。あ、そういうもう大学を。はい、先に超えたサークルがあってね。大会とかで勝つと、うん、まあ、プロの事務所にスカウトしてもらえるみたいな。違うコンビでやってたんだ。そうなんですよ。そうです。二人とも結構ね、嫌われてて。そうです。ちょっと性格があんま二人ともあんま良くなくて。二人とも相方が、二人とも。海外に逃げちゃうんですよ、なんか。え？日本じゃもう無理だって。海外に留学すぐ行っちゃうぐらい。谷口さんだ。谷口さんだ。谷口さん。インドネシアかなんか行った谷口さん。あ、いつ捕まった。じゃないですよ。インドネシアにずっと潜伏してた。繋がってくるの？そんな。元相方なの。元相方。すごい考察だ。あっちよりもしかもこっちが性格悪いんだ。あんな悪いことしてるのに。それを追い出すぐらいの性格の悪さじゃないです、僕らは別に。あ、そうなんだ。で、なんか4年生とかになって、うん、まあ余ってるのってあんまり良くないんですよ。あ、そうなんだ。相方がいなくて余ってて、いや、でもちょっとこれは、頑張んなきゃなっていうことで二人で組んで一応大会とか勝たせてもらって、でそこにタイタンのラマネージャーの人が見に来てて、スカウトされて、その時からちょめちょめクラブ。そうです、そうですね。このコンビ名で生き続けるとあんま思ってなかったんですけど。ふざけてるでしょ。いや、だから最初はちょっとふざけてつけたんですけど、うん、まあなんか後から聞いたらいろいろ理由があるみたいな。あ、そう、大島くんの方に。はい、え、そうですね。ちょめちょめクラブ。あるの？ちょめちょめクラブ。まあ、なんか、ひらがなとかカタカナとかのコンビ名が多すぎて、うん、アルファベットなだけで、こう、目に留まるなと思って、うん、っていうのと、あと、なんて読むんだって思って、一回読めたら記憶に残るじゃないですか。うんうんうん。読めたぞっていう記憶があって、そしたら、ちょめちょめクラブのこと好きでも嫌いでも、こう、記憶には残る。あの、くちろろさんっていうバンドが、くちろろ、四角四角四角。あ、俺大好きだよ、くちろろ。いいですよ、ね。四角と、ローラーだよね。うん。みたいな名前をつけたい。これはでも、やっぱ、大島くん狙い通り、先週、はい、だってうちらね、こうラジオで何分話したちょめちょめクラブの話。ちょめちょめクラブ出てないのにちょめちょめクラブの話ずっとされてますよね。
もう頭がちょめちょめクラブでいっぱい。ちょめちょめクラブって一体何なんだみたいな。ジェラードンさんがちょっと困ってました。そうだよね。はい、そうだよ。もうこれだから狙い通りだったんじゃない？それは。すごいね。米米クラブは関係ないの？関係ないんですよ。あ、でも。関係ないんだ。関係ないだろ。絶対関係ないけど。関係ないだろ、それは。大島さんは別のコンビでウィル・スミソとか、そういうダジャレ吹き、系の名前をつけてたんですよ。そうで、だからまあ多分そういうのが好きなんだと思うんですけど、ゆくゆく上の人と絡むときに、うん、こうダジャレだとやっぱいじってもらいやすいっていうのがあって、うん、親父ギャグみたいなものをコンビ名にしたいなっていうのはもともとあってみたいな。なるほど。ちょめちょめクラブには理由が10個ぐらいあるっていう。すごいね。え、早乙女に改名したのもちゃんと意味ある。これもね、これはまあそうですね。これはあのラジオ番組で、うん、あのオールナイトニッポンをやらせてもらうときに、うんうん、まあ、コーナーをおのおの持つじゃないですか。僕のコーナー、僕について何もないってなって、うん、まあ、僕、コロコロ解明してるんですよ、実は。あ、そもともとは大谷文孝って本名でやってたのを、うん、まあ、大谷小判に解明して、鈴木おさむさんの番組で小判っていう。そうです。大谷小判の後になんか、メスマークみたいなのをつけて、その方が画数がいいから。つんくさんの逆ですね。まあ、丸の。みたいなのつけて、でもまあそれも外したりとかして、うんうんうん、でもコロコロ変えてるから、うん、まあちょっと解明しましょうみたいになって、いろいろ、リスナーの方からメールで募集して、うんうん、まあ、早乙女レイが一番良かったっていう。あ、もうね、すでに公募だ。全部公募です。はい、もう考えた人もう他がもう放送できないような下ネタの名前とか。とか、みたいなのばっかり。いや、もう最初、最後の決勝戦残ったのが、早乙女レイと塩焼きそばっていう二つで。いや、さすがに塩焼きそばを背負って生きていくなんて。残るんだよ、それが。いや、他がもう、本当に最後の竹志軍団みたいな名前しかなかったんですよ。なんだそれ。最後の竹志軍団って。だから本当に困っ、末期の下ネタが3個ぐらい入ってる。塩焼きそばの方がいいじゃん。いや、塩焼きクリームシチューさんみたいにさ。そう、まあでも、塩焼きそば。コンビだったらいいですけど、塩焼きそばの小判だったりですけど、いや、ちょめちょめクラブの塩焼きそばってわけわかんない。で、まあ、伊集院光さんが、こう、師匠にバレないように、ぽくない名前つけた、みたいな感じで、ちょっとそのノリだね。ちょっと花壇みたいな、花壇みたいな。見た目と全然違う。というボケでいただいて、一応、オールナイトニッポンゼロだったんで、レイっていう感じが、ゼロであったから、レイであったから、だからそこでちょっと座るかなと思ったけど、全く定着してないっていう。そうですね。いや、まあまあ、でも、もう変えちゃダメ、もう変えちゃダメだよ。え、あんま買いすぎはね。コロ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 買え、買えた人の天末、最悪もう始まってるかもしれない。いや、買えれ、僕、ちょっと買えたいんですけど。え、もう買えたいや、実はもう、太田さんにもすでに一個名前いただいてて、昨年末に買えるはずだったんですけど、ちょっと買えすぎじゃないみたいな。事務所内で物言いがつきまして、あの、名前今、次の名前もあるっていう。もう次の名前決まっちゃってるんですよ。あ、もうネクソバッタザクにいるんだ。次の名前が、鏡餅金太郎っていう。鏡餅金太郎が次に来る。そう、それで、いいな。ちょっとかっこいい名前言ったんで、ちょっと今度は。鏡餅金太郎、確かに。スケジュール決めようよ。いや、決めたいんだよ。でも、2027年ぐらいに1個やりたい。いや、いいですね。名前付けたい。どんどんゴロゴロ変えてっていくのもね、逆にありなのかな。すごいね、それね。まあ、使い分けるっていうのも、そのラジオの時は。なんか、自分の中にこだわりないの？いや、そういうの。最初はあったんですよ。大谷小判の時は割と気に入ってて。だって、大谷小判がなんか一番しっくりくる。小判は僕が考えた名前の中から、鈴木おさむさんが選んでくれたっていう。大谷、これも結構由緒ある名前ね。そうですね。いいじゃん。ライト、ショーもあるし。カート小判の没年に生まれてるので、小判っていう。え？小判から。カート小判から小判。ミルバーナのカート小判。あ、ちゃんとそういう意味があるんだ。で、めでたいし、大、大谷の王と小判の子で、こう、対になってるみたいな。ちゃんとあるんだ。でも、さおとめれいですって言った時の、そのお客さんのこの、あ、え？みたいな。笑っていいのかいけないのかみたいな変な空気。あとこう、若手芸人のライブとかだと先に名前だけ知られてて、で、さおとめれいって言ったら結構多分イケメンの人とか出てくるのかなって期待されてて、こう、どうも出てった時のなんか、あーみたいな顔がやっぱちょっと耐えられなくなってきて。そっか。逆だもんな、やっぱり、サオトメレー。出てきて、サオトメレーって絶対こっちだと思ってから、僕がサオトメレー。そうですね。髪型とかメガネとかのイメージだとなんだろうね、こう。ちょっとナイツさんにもう一個もらうと、ネクストバッターズサークル二人になっちゃう。鏡餅金太郎の次の予約をもう。一応いただきます。いや、一応でも何かあれば。一応いただきましょうか。ザ・マンリキとか。怒られる。ゆで卵先生。超人はさすがに人間思いっすよ。ザ・万力だね。ぴったりだけど。万力やぞ。そんなに強くないじゃないですか。この後もちょめちょめクラブのお二人お付き合いいただきます。
さあ、マーチ2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒にお送りしております。改めて今日のゲスト、ちょめちょめクラブのお二人です。お願いします。お願いします、メールね、ちょっと来てますけれども、福岡県のサピコさんですね、事務所をタイタンにしたのも何か深い理由があるのかな。大島さんの話を聞くと全てがなんか深く意味がある、意味があるように聞こえますという、まあ、あるけど、これは別にお笑いにも何にもなんないんですけど、あのタイタンが、あの若手がオーディション枠で出る人にも最初からギャラとお弁当が出ていて、すごっって思って、それ違うんだやっぱ他の、あ、そうです、その時他の事務所も一応なんかスカウト枠とか学生枠みたいので4社ぐらい出入りさせていただいたんですけど、タイタンだけちょっと違うなってなって、ここにしようって相方にその時言った記憶があります。あ、でもちゃんと、あのお弁当好きなんで相方は、はい、確かにって思って、いや確かになってめちゃくちゃ思ってすごいね。深いね。深いか。深いんですよ、本当に。美味しかったんですよ。美味しかったからか。そう。芸人のこと思ってるってことだね。大島くんの喋るとな、なんか、あ、なんかなんだろうね、意味あるみたいに思っちゃうよ。思っちゃう。このオープニングでさ、はるかちゃんがさ、はい、こう、なんだっけ、茶こしを買おうとしたらさ、誰もいないスーパーに一人おじさんが、そこでちょうど被ってて、イライラしちゃったんだって、はい、これってなんかどういう意味があるのかな、これは。ああ、でも、その別に確率で、その被る可能性は別に全然あるけど、たまたま被った時にムカついてるっていうだけで、まあ、確率的に被る時はあるよな。俺が悪かった。それはどうしようもないよ。どうしようもないです。それは考察のしようがないよ、誰かが作ったものの話をしてる。むずすぎる。意図がないので。やめろよ、意図がないのって言うの。ラジオなんかそんなもんなんだよ、誰。茶こしじじいよ。すいません。茶こしじじいが真犯人には持ってけないで。でも、妖怪って、もともと、その、ちょっと不本意なこととか不可解なものとかに、理由をつけるために人間側が作った気持ち。そういうの聞きたいね。あるので。いいんかな。これでいいだったんだ。そうなの、話でよかった。昔から言われてんの、そういうふうに。だからもともと、その川とかの危険なところに子供が暗い時とか一人で遊びに行かないように行くとカッパに取って食われるよみたいな話を作るとかっていう、こう、教訓とか、ストレスの吐き口としての妖怪っていうのはやっぱあるので。ちゃんと意図があるんだね。はい、妖怪の発生としてすごく妥当っていう。そっか。はい、やっぱり私が生み出しちゃったんですね。そうだよ。茶こしじじいは。受け継がれていくと思いますね。チャンネル登録しよう。ありがとうございます。そういう表現としてないけどね。YouTube の営業登録。あなた関係ないの。いや、嬉しいです、相方だから。やっぱ相方のことだけ嬉しいですよ。YouTube やってないな、あなた。全くやって、コンビではやってたんですけど、コンビの YouTube は今止まっちゃってて。止まっちゃってる。もうドラマコースが忙しくて忙しくて。忙しくて。そうだね。いっぱい見なきゃいけない。飲みないパターンね。コンビだと。ラジオネーム、ゆるんさんね。ちょめちょめクラブへの期待が高まってきていますが、さらに、ちょめちょめクラブとは何だと思わせる情報があります。この二人は M1 にあえて挑戦していません。やめてくれ。コンテストものにほとんど出場さえしていないのです。面白い。花さん、ちょめちょめクラブ気になって仕方がないのではないですか。これは珍しいよね。だから相方の早乙女の方は出たいって言ってるんですけど、はい、僕はちょっともう、あの、オーディションというものにそもそも行かないようにしてからお仕事が増えて食べれるようになったので。そうなの？はい。一応もうちょっと M1 は見るものであって出るものではないっていう。すごいね。そんな、いるんだ。はい。だってまだ全然10年以内でしょ。まあそうなんですけど、やっぱ、しんどいですね。ああ、そう。新しい、なんか芸風というか、むしろチャンスだと思ってるからみんな出るわけじゃん。まあそうだね。まあそうなんですけど、そう思ってる人がいっぱいいる以上チャンスではないのではないかなというのがあって。はあ、じゃあもうあの、ね、ピンで R1 とか。は相方は出てます。ああ、そうか。そうですね。僕はそれちょっと出てて。いや、僕は出たいんですけど、でも相方が出ないって言うから、まあそれは出れないじゃないですか。だからまあなんか、他の芸人と、ちょめちょめクラブではなく、ワイワイクラブとか、そういう名前でちょっと出たりとかしてますね。なんだそれ。なんだそれですよね。あ、アルファベットを一個変えて。X じゃなくて Y にして、まあ、その先輩の芸人が、お前も出してやるよって言って、わかりました、ついてて。そうか。出るとかはありますね。まあ、何、漫才とかコントとかやってんの？タイタンライブとか。いや、タイタンライブで。事務所ライブだけ出させていただいてる、はい。そう、やっぱネタは別にそのネタをやらないってわけじゃなくて。はい、ネタが嫌いとかではなくて。M1 に出てないっていう。はい、M1 出てないっていう。審査されてこう、受かったり落ちたりするっていうのが、やっぱ、ストレスにすごく僕弱いんで、ストレスなく続けられる仕事じゃないと、ちょっとその、お台場に行って、着替えて、2分間ネタ見せして、ちょっと怒られて、沈んで、1時間帰ってくるみたいなのが、何なんだと思ってて。オーディションとかも、
そうしてる暇あったら、こう、SNS とかで得意なこと発信した方がって思ったら、ちゃんとこう、ご飯食べれるようになって。なるほどな。で、その YouTube 見てくれた人が誘ってくれてとかで、今、あの、浜松町の方で僕一人で、あの、週一で2時間半コメンテーターの仕事してるんですけど、なんかそういうのがこう、広がっていくのは、やっぱりオーディションとか、賞レースじゃないな、僕の場合はっていう。あんまり合わないな、肌にって思いました。その競争とかが向いてないので。だからね、やっぱり6000組ぐらいいるんだけどさ、あの、本当に5500組ぐらいがそういうふうに思ってほしいね。と思っているんですが、まあ、人のことなので僕はどっちでもいいんですけど。いや、その参加してる5500組が何、うん、出なくていいってこと、うん、まあ、だって面白くないんだからさ。いや、ちょっと待ってください。いや、そんなことない。なんか やっぱりさ、わかんない。欲がないの。面白い漫才できたとかさ、面白いコントできた、みんなの前でやりたいって普通あるじゃん。それは相方、早乙女はあって、僕はだから一人でピンネタとかで、まあ、あの、タランティーノさんに顔が、クエンティン・タランティーノの顔が似てるんですよ、僕、こうやって。なんで、あの、思ったより似てるんですね。似てる。そうそうそう、ね。ごめん、今マスク外してることで。クエンティン・メシ・タランティーノみたいな、その、ご飯が足りないみたいなピンネタやったりとかしてます。そっちで跳ねてほしいなとはすごく応援してるんですけど。そういうのはやってるんですけど。なるほどね。タイプだね。面白い、はい。でもそれで逆にさ、はい、あの、決勝行ったらもっと売れるよね。いや、それは無理。いや、無理って言ってもあれですけど。何か。これは無理って言うね。これはいけるって言っても、計算があったらいけるかもしれない。出るかもしれないですけど、ね。東大法学部は、ね、勉強して受かる。うん、はい。のな、だからなんか校長で一生懸命そっちもね。割とでも力入れたらありそうだ。人生の不安みたいなのがすごい強くて、そもそも芸人になったのも、むしろ安定を目指してのことなんですよ、僕。普通に社会人になっちゃうと絶対心病んじゃうなって、あの先輩とかの話、学生の時に聞いて思って、芸人で安定して食べていくにはって考えて、 YouTube やったりラジオのレギュラーやらせてもらったり、あの書き仕事とかも結構やってるんですけど、要は50、60になった時にも続けてる仕事じゃないと今やってて意味ないなって思って、そこからの逆算で続かない仕事はやらない。でもだって60までやるって言ったってマイファミリー来週で終わっちゃうからな。マイファミリーだけじゃないから、マイファミリー専門綿鬼みたいに続かないですか？綿鬼とか北の国からみたいに続かないですか？そういう話だったのかな、マイファミリー。30年ぐらいやるやつだ。何十人誘拐されるの、この人。ミチルのお腹にいる赤ちゃんが次の主人公みたいな。めちゃくちゃ誘拐されなきゃいけないじゃん、もう。TBS のドラマは続くじゃないですか、ずっと。まあね。と思うんで。そっかそっか。まあでもそれは見ちゃうからね、やっぱ俺たちも。自分でそうなんかこうドラマを書いたりとか。面白い。なんかそういう風にはいかないの。あ、でもそれも、実はまだ結構、言っていいのか微妙なんですけど、うん、会社で働いてまして、うん、そこが広告とか映像とかを作る会社なんですけど、あ、今もう芸人やりながら一応ほぼフルタイムみたいな感じで、プランナーっていう名前で働いてて、なんかそこで、ドラマのプロデュースの仕事とかも、一応まだ公開はされてないし、物になるかはわかんないんですけど、映画とかドラマとかを作ってみたいな話は、裏方では関わってて、やってるんだ、そういうの。やりたいなと思ったことがどんどんできてる人生です、実は。なあ。はあ。なるほどね。なんか、よくわかんないけど、面白いこと一個も言ってないもん。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。よく考えたら。順調なんです。そうなんですよ。ボケじゃないの？ボケ、ボケなんですけど、ボケなの？ボケです。ボケなんです。はい。すごくないか、このパターン。ボケなんでしょ。はい。でも、早乙女くんのやりたいことは叶ってないわけでしょ、うん、叶ってはない。まあ、だから一人でピンネタやったりとかして、ちょっとずつ叶えてんのかな。わかんない。叶えてないのかな。飯タランティーノだもんね。飯タランティーノでなんかいけたらなと。あ、でも一応、太田さんの、太田光さんの NHK、E テレでやってる番組で、英語の番組で、毎週僕らが映画監督とか俳優さんに、英語でインタビューするっていうお仕事をレギュラーでやってるんですけど、僕が英語のインタビュー全部バーってやった後に、一言だけ、ハリウッドでデビューするにはどうしたらいいですかって、毎週相方が聞いてって、どっかで引っかかるかもしれない。それだ、それで、誰かがね、誰かが。そこきっかけでね。拾ってくれたら、掘りずに毎週やってるんで。ハリウッド行ったら一気にこうガーンと。ハリウッドでね、逆転できるね。逆転を。先週トップガンのプロデューサーに聞いて、後部座席なら乗れるかもって言われてました。後部座席なら。すごいな。毎週これ聞いてる人いないと思うんで。そうですね。どっかでは引っかかる。どっかで引っかかったらいい。そうだよね。今、ラジオも、ま、やってんでしょ？毎週。はい、僕が一人でなんですけど。あ、すごいやって、何やんの？ 2 時間半も。一応、時事を切ったりとか、マジで？トレンドの話をしたりとか、SDGs についての、こう、一個一個の目標についての話をしたりとか。結構、じゃあもう、休みないじゃん。もうずっとドラマも何回も見なきゃいけないでしょ？って、そのコンセプト。そうですね。だから僕は、
売れてないけど6年間ぐらい休みないですよ。ああすごい。何かはやってるっていう。はあ。でもお笑いはあんまやってないっていう。こんなやついないでしょ。忙しいからちょっとだからお笑いできない。想定としてはちょっとお笑いでこう頭角を現したら、うん、そういうこう文化的な仕事が来るっていう流れなのかなと思ってたら、うんうん、なんかそっちを先にやりたいって言ったら全部やらせてもらえちゃう時代になっちゃったんだな。東大に弱いな、みんな。まあ確かにな。まあ、それは実力だからね。自分で勝ち取って。さあ、もう一個 CM で、この後もちょめちょめクラブのお二人お付き合いいただきます。本当だよ。The Radio Show。さあ引き続きちょめちょめクラブのお二人をね、うん、お迎えしておりますけども、うんなんかあれでしょ、若林くんの家庭教師やってたんでしょ、はい、そうなんですよ、若林さんのオードリーの、はい、若林くんの子供の家庭教師じゃないもんね、はい、子供だって生まれたばかり、はいはい、若林さんの5本とかで、うん、僕名言言ってたりするんですよ、知りたい何いやいやでも恥ずかしいんですよなんか名言若林さんが、うん、先生学ぶことは怒りを鎮めるねみたいな、うんうんうん、言ってそれに東大の家庭教師の人は言った、うん、みたいな、うん、先生あ若林さん、うんうん学ぶことの意味はほとんどそれですって言ってあ若林君の方に出てきた、はい、その先生っていうのが大島君なんですけどそれは長らく封印されてたんですけどこの前僕らがオールナイトニッポンゼロやる時の一個前の時間帯は若林さんオードリーさんだったんで、うんうんうん、この後やるちょめちょめクラブの大島君っていうのが実はオールナイトニッポンでよく喋ってた東大の家庭教師っていうのは芸人でこの子なんだよみたいな話をしてくれたっていうので解禁されたんですけどそれまで僕はもう本当家族とかにしか話してなくてでもだから若林君は言わないと言えないもんね自分でもねそうですねあそうなんだ、はい、で一回あの潜在能力テストっていう若林さんの MC のクイズ番組出させてもらった時とかに、うんうん、ちょっといじってくれるかなとか思ったんですけど、うんうん、めっちゃ冷たくてちょっと恥ずかしいんじゃないこれ言っちゃいけないのかなみたいなちょっと説明の尺もあるから、はい、5年越しぐらいにこの間言っていただけて、うん、一応公の事実何を教えるのこの振りはこうですよとか僕はこうですよそれはおかしいですお笑いを教えてあげるそれが家庭教師なの違いますあの割とこう時事ネタとか、うん、なぜ今社会はこういうことになってるのかとか、うんうんうん、なぜ景気が悪いのかみたいな話をすごく歴史と合わせて説明噛み砕いて本とかで読んでも分かんないぐらいのことを説明するみたいなすごいねいやでもなんか必要だよ ねまださその、うん、そういう明かしたのは若林くんだけだけど、うんうん、本当はもっとやめてそれは大橋巨泉さんも教えてたんですいや何年前やめてください何年前から存在してんのでも資本主義と社会主義の解説とかを僕がしてたら、うん、翌年に若林さんが急にキューバに行っちゃったんでおー、ここはみたいな社会主義の現場行きたくなっちゃったんだ影響受けてんじゃんすごいねそういう怖さの中で言ってます、はい、ちょっと面白いなまだまだ時間がねまた呼んでください、ちょっとお知らせを、うんあればと思うんですけれども、うん、はい、明日6月10日、うん、タイタンシネマライブがあります、出演者はタイタンメンバーはもちろんのこと、うん、ゲストにハライチさん、A マッソさん、アイデンティティさん、ブーマー&プリンプリンさん、うん、ダンシング谷村さんが出演予定です、うん開演19時半で全国の映画館でも生中継いたします。詳しくはタイタンのホームページをご覧ください。逆にネタ見れるってなったら見たいもんな。いやいやいや、ネタやってないよ。出てない。普通ね。逆にめちゃくちゃ興味あるよね。そうだよ。普通タイタンシネバライブ行けば見られるわけです、ね。すごいだってじらされてるからね。あんま見てないですよ僕ら。タイタンで。ネタやりたいんで僕はぜひ見に来てください。そうなんです。サボサメ君はやりたい。自己紹介いっぱいしてたらあんまりボケれなかったんでちょっと次はボケたいと思います。すいません、はい、ということでまた、ぜひ来てください、はい、今日のゲストちょめちょめクラブの2人でしたありがとうございましたありがとうございました